もしもしああ君かんっていうかなんで君僕の電話番号知ってるの交換した覚えないよねクラスの友達に聞いた あああいつかところで僕に何か言おうかないや用がないと電話なんてしてこないだろう。担任の先生が 職員室まで来いって言ってたの。それを伝えにわざわざ電話してきてくれたんだ。俺、生徒会室にいるのに直接伝えに来てくれればよかったのに。それとも、俺に会いたくない理由でもあるのかな はっは図星いや、電話越しで相当動揺してるみたいだから、そうなのかなって。だって君、わかりやすすぎるから。<laughs> まあいっか分かったわざわざ電話してきてくれてありがとうでもさやっぱりわざわざ電話にした理由が聞きたいからさ直接 聞きに来たあれなんだかあんまり驚いてないみたいだねそれとも驚きすぎて言葉にならない 何 <laughs> とか言ってよ。それとも、俺に見とれてたなわけないか <laughs>。ごめんごめん。冗談だよ。 あれなんか、顔、赤いよ。大丈夫うーん。熱はないみたいだね。 急に顔を赤くするもんだからびっくりしたよわかってるくせに何が全然わからないから詳しく教えてくれないかな俺にわかるように 説明してよ。会長ってそんな性格だったっけって <laughs> 俺のこと優しいって思ってた <laughs> 俺、そこまで優しい性格じゃないよ。君が思ってるほどね。さって。 どうして顔が赤くなったのか。なんでわざわざ電話してきたのか。訳を話してもらおうか。あ、待って。話すわけないじゃん。君が訳を話してくれるまで。 この手は離さないし、返さないよ。どうする訳を話すか、このまま俺とずーっと教室にいるか、選んでよ。